ごきげんさまです。断捨離の山下秀子です。今日は潤いのある断捨離生活、住まいをワンランクアップさせる方法についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、住まいをワンランク、私にしたら2ランク3ランクと申し上げたいんですが、やっぱりステップバイステップで参りましょう。はい、今ここは私の家なんですね。東京で仕事場にしている私のマンションの一室です。実はこの本を読みになった方もいらっしゃるかと思うんですが、この物が減ると心は潤う簡単断捨離生活の舞台になっているところです。実際にこう写真があるんですが、今日は少しだけ映像でご覧いただけるかと思います。はい、さてさて、この本を読んだ感想というのをたくさんいただいてるんですが、読んでなるほどと思っても、実際私は一人暮らし、ここでは一人暮らしなんで、家族がたくさんいらっしゃる方から見れば、一人だからこんな風にできるんですよねとかね、例えば大田で家具をあつらえることなんて無理って思ったりもするだろうし、まだまだね、断捨離を始めたばかりで物がいっぱいだからこんな風には無理だよって思う方もね、確かにおられると思うんです。でも全くその通りなんですが、ここで少し思考の位置取りを変えてみましょう。こんな風にしたいなという憧れの空間ってあるわけですよね。その空間を目の前にした時、例えば雑誌や本で目の前にした時に、私たちの思考というのは、自分には無理だというね、できない探しから入る癖があるんですよね。だからそのできない理由をいっぱい挙げるんですよね。だから例えば私の本を読んだ人は、山下さんは一人暮らしだから、でも私は家族が多いからとかね、っていうこうできない探しっていうのをどうも私たちは得意なんですよね。ですからそう思っ憧れてるんだ、こうしたいんだ、こう思うっていう気持ちを大切にして、そこでできない探しになってしまいがちな自分かをそれこそ断捨離して、どこなら真似できるだろう、どこなら少しでも近づけるだろうという自分ができることを探していく、これがまず一番大事なポイントかと思います。そしてね、断捨離はもう一回物捨ててすっきりしました、はい終わりというものではないですね。そのプロセスを繰り返し繰り返すことによってスパイラルアップ、それでやればやるほど気づきが増していくものです。言い換えるならば、私たちは物を溜め込むという暮らしの中、よどんだ空間にいると、こう気づく回路っていうのも同時にこうよどんでしまう、錆びていってしまうんですよね。ですから一つ物を、余計なものを減らしたということは、一つ何かに気づくということでもあるんですね。そして気づきをどん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 重ねていくっていうのは、多分生きてる限り続くことだと思います。ですから片付いた、はい終わりというメソッドではないということもね、もう一つ心に留めていただきたいと思います。やればやるほど、意識がクリアになり、感性がこうのが研ぎ澄まされていき、気づくことはさらに増えます。そして気づくことというのは、外からの情報ではなく自分の内側からの気づきなのでね、その内側の気づきがさらに自分のこう行動へのね、モチベーション、エンジン、推進力になっていくと思います。はい、ではまずできるところからやろう。自分が今置かれている環境の中で、自分がこうありたいなと思う状態に一歩でも近づける、そのできるとこ探しをしていきましょう。はい、でもその前にね、今このような家にの状態にしてしまったのは、それこそ何年もかけてこうなってきちゃったわけですよね。そして慢性病と同じでね、何年もかけてこの病気、生活習慣でこういう病気になったのであるならば、それこそその生活習慣から脱出していくのには、こう魔法のようにね、あっという間にっていうことはないと心得ておくのも大事かと思います。とても憧れますけどね、たちまちとかすぐさまとか、たった何分でっていうのは憧れますけど、もちろん
そういうことがないとは言いませんが、やはり積み重ねで、自分の位置取りとしては前より良くなった、前より余計なものが減って、前より良くなっただというこう薄皮がこう剥がれていくようなプロセスもあるということをね、覚えておいてほしいと思います。まずはできるところから、まずは前より一歩でも前進ということですね。はい、でもね、そうですね、これは確実に言えると思います。物が一つ、余計なものが一つ減った分、余計な形あるものが一つ減った分、減らせれば必ず一つ分の潤い、目に見えない潤いはね、そこにやってくる。これは信頼してくださいね。はい、ではそこに近づくために自分のなりたい状態を思い描きながら、それを自分のモチベーションにしながら、そして繰り返すことによって、そのモチベーションへのに対してエネルギーを補給しながら断捨離を進めていきましょう。物が少ない暮らしですね。物をこう絞り込んでいく、物を選び抜いていくことは、とてもとてもね、実際にとてもアドバンテージっていうかな、得られるものは多いんですね。で、私自身も考えるんですが、物が少ないのも困る、つまり物が足りないのも困る、そして反対に物が多いのも困る、少なすぎても多すぎても困る状態ではあるんだけど、どっちがより困難な状態なのかなって考えると、私はね、足りないことよりも、足りなすぎることよりも、実は多すぎることの方が私たちの生活をとてもとても生きづらくするではないかって考えてますね。少ないのも嫌だ、多すぎるのも困る、でもどっちが究極困るんだろうって言ったら、多すぎることでやってくる生活の煩わしさってね、の方が多いようなことが思うんですね。足りないならば足せばいいし、足りないってことに、足りないことを補おう、あるいは獲得していこうって結構希望があるんですよね。で、多すぎると、実はこう多すぎることによって目の前が全てこう塞がれてるような状態で、希望がないんですよね。こう言えば分かると思うんですが、まあ、今闇の中にいると、闇の中にいる、うん、だけどこう闇の先を見たら、このトンネルの出口に光が一つあると、やっぱり今 闇の状態でも、あそこに光があるんだっていう状態で、そちらの方向に歩いていくことはできるんですが、多すぎる、例えば家の状態で物を溜め込んでしまうと、その一筋の光も塞いじゃうんですね。だから本当に闇の中だけ、だから実は多すぎる方が困難はとても多いと思いますね。で、実際のレベルでも、多すぎることによって、必要以上に多すぎることによって、例えばその探し物に時間を取られるとかね、今日はどんな服を着ていいか分かんないってすごい迷う時間も多かったり、探す時間も多かったり、その時間をすごく取られるんですよね。で、もちろん空間も取られてますね。空間もその多すぎるもので、物に場所を明け渡してる状態になるし、実は時間もその物に取られてる。で、場所を物に取られてる、空間、時間も物に取られてる、この時間が物に取られてるっていうのはなかなか分かりづらいんですが、その両方、空間も時間も物にとらわれてる状態がとてもこうストレスフルなんですよね。煩わしさ、もう感情的に、もう思考することも面倒くさくなるし、もう感情はいつもイライラするし、その損なわれる部分っていうのはね、とても大きいような気がしますね。足りないっていう困難は、もちろんそれは絶望でもあるんだけど、絶望の先になんかこう光があるような気がするんだけど、多すぎる
ていうことでもたらされる困難はもう絶望以上っていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、こう閉塞感っていうのかな、すごい閉塞感、閉塞感、拘束感、そっちの方が大きいですよね。でそれは気持ち的にそうなるので、その気持ちを回復、希望につなげていくためにも、もう自分の目の前を塞いでるものを取り除いていくっていうのが断捨離のね、一番大きなこうそれこそ希望ではないかと思ってますね。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。